こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネルの投稿スケジュールが変更になります。新しいスケジュールは下記のようになります。 これからも楽しいコンテンツをお届けしますので、ぜひご視聴ください。日々の疲れを癒すために、心温まる物語をお届けします。このチャンネルでは、そんなひと時を楽しんでいただけるよう、様々な物語や詩を朗読しています。今回は、アンデルセン物語の世界へご案内します。 優しさと感動に満ちたアンデルセンの物語があなたの心を静かに包み込みます。生活の音を感じながらその音と共に私の語りがあなたを癒しの世界へと誘います。それでは本編を始めます。チャンネル登録、高評価、お願いします。裸の王様 ハンス・クリスチャン・アンデルセン。昔々、ある国の城に王様が住んでいました。王様は新しい服が大好きで、服を買うことばかりにお金を使っていました。王様の望むことは、いつも素敵な服を着て、みんなに素敵だと言われることでした。戦闘も芝居も好きではありませんでした。 服を着られればそれでいいのです。新しい服ならなおさらです。王様は1時間ごとに服を着替えて、みんなに見せびらかしていました。通常、飯使いに王様はどこにいますかと聞くと王様は会議室にいらっしゃいます。と答えますが、この王様の場合は違っていて、王様は衣装部屋にいらっしゃいます。 というのです。城の周りには大きな町が広がっていて、いつも活気に満ちていました。世界中からたくさんの知らない人が毎日やってきていました。ある日、二人のたぶらかししが中にやってきました。二人は人々に自分は布織り職人だと嘘をつきました。しかも、 世界で一番素晴らしい布が作れると言って人々を信じ込ませてしまいました。とても美しい色合いと模様なのですが、この布は特別なのです、とたぶらかししは言います。自分にふさわしくない仕事をしている人や愚かな人には透明で見えない布なのです。その話を聞いた人々はとてもびっくりしました。 すぐにこの珍しい布の噂は王様の耳にも入りました。そんな布があるのか。ワクワクするわ、と服が大好きな王様は思いました。もしその布で服を着られたら無能なものや愚かなものが見つかるだろう。その服を着た賢明なものだけを集めれば、この国はもっと賑やかになるはずだ。 早速その布で服を作らせよう。王様はたくさんのお金を用意し、田村かししに渡しました。すぐにでも服を作ってくれるよう頼みました。田村かししは喜んで引き受けました。部屋には2台の食器が並べられ、すぐに仕事に取りかかりました。しかし、食器には何もありませんでした。 糸もありません。それでも、田村ラカシシは必死に布を織っているふりをしていました。いいえ、本当は布なんてどこにもなくて、空っぽの食器で織っているふりをしているだけなのです。時折、材料がなくなったみたいに、一番高価な絹糸と金の糸を王様に要求しました。望み通り材料をもらうと、 食器には使わず、また空っぽのままで折っているふりを続けました。夜遅くまで必死に働いているふりをしていました。しばらくすると王様は本当に仕事が順調に進んでいるのか知りたくなってきました。自分で見に行って確かめてもいいのですが、もし布が見えなかったらどうしようと思いました。 自分が馬鹿だと思われてしまうのです。でも王様は王様です。何よりも強いのですから、こんな布に恐れることはありません。しかし、やはり自分で行く気にはなれませんでした。そこで王様は自分が行く前に、側近の一人を先に行かせることにしました。その側近に、 布がどうなっているかを教えてもらおうというのです。この頃には中野の人みんなが王様が作らせている布が珍しい布だと知っていました。だからみんな近所の人がどんなに馬鹿なのかとても知りたくなっていました。王様は側近の中でも象徴者として知られている年配の大臣を向かわせることにしました。 この大臣は頭が良いので布を確実に見ることができるだろうと思ったからです。これほどぴったりの人はいないと考えたのです。人の良い年配の大臣は王様の言葉に従い、田村かし氏の家に向かいました。田村かし氏がらの食器で仕事をしている部屋に入りました。神様、助けてくださいと祈りながら、 両目を大きく見開きました。しかし、何も見えません。食器には何もないのです。どういうことだと思わず口に出そうになりましたが、そうはしませんでした。その時、大臣様とたぶらかししが声をかけました。どうですかもっと近づいてよく見てください。この模様。 色々な技術が使われていてすごいですし、この色合いだって美しくて思わずなってしまいそうですよね。田村ラカシはそう言ってからの食器を指さしました。大臣は何とか布を見ようと努めましたが、どうやっても見えません。そこには本当に何もないのですから、大変なことだ、と大臣は思いました。 自分が馬鹿なのだろうか、と首をかしげました。でも、そう思いたくありませんでした。大臣は周りを見渡しました。二人のたぶらかししがいるだけです。幸いなことに、まだ自分が布が見えないと誰も気づいていません。見えないと言わなければ、誰も気づかないのですから。ええと、 なぜおっしゃらないんですかと田村かししのかたわれが尋ねました。もう一人の田村かししは空の食器で必死に働いているふりをしていました。大臣は急に言われて慌てました。ああ、なるほど。とても綺麗で素晴らしいものですね。大臣はメガネを動かしながら何もない食器をじっくり見ました。 なんて素晴らしい模様なのでしょう。そして、この鮮やかな色合い。この話を王様にお伝えすれば、きっと気に入っていただけるでしょう。その言葉を聞かせていただき、誠に光栄です。二人の田村かししが口を揃えて言いました。では、王様にもっと詳しく知っていただくために、 布の説明をさせていただきましょう。田村かし氏はからの食器の前で話し始めました。色が濃いとか薄いとか、模様がうねうねしているとか、まっすぐだとか、細かく説明していきました。大臣はその説明を一言も漏らすことなく聞き入っていました。なぜなら、 大臣は王様にもう一度同じことを間違えずに言わなければならないからです。ここで一言でも間違えれば、後で王様が本物を見た時に、大臣が布が見えなかったと気づいてしまうのです。だから大臣は聞いたことをそのまま王様に言いました。大臣が帰るとき、 タブラカシシたちはさらに金の糸や絹が必要だと言いました。布を織るためだというのですぐに持ってこさせました。しかしタブラカシシたちは金の糸や絹を一本も使わずにすべて自分のものにしてしまいました。そして何もない食器でずっと織っているふりを続けました。まもなく 王様はもう一人のたぶらかし死のところに役人を向かわせました。この役人の仕事は布の進捗状況と完成予定日を調べることでした。しかし役人も大臣と同じように見えたのは空の食器だけでした。何度も見ましたがどうしても何もないように見えました。どうなさいましたか もしかして気に入っていただけませんでしたかぶらかししたちは不安そうに尋ねました。そして何もないはずの布をまるで本物であるかのように見せびらかせました。ほら、この王様にぴったりのこの模様はいかがでしょうかぶらかししは言いましたが布はどこにもありません。役人は思いました。 私は自分がバカではないと思っていた。ただ、自分にふさわしくない仕事をしているだけだと考えていた。そうだ、私はバカではない。おそらく、この布はとても綺麗なのだろう。しかし、この事実を誰にも知られてはいけない。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしくお願いします。 役人は少し考えてから言った。目に見えない布を見ているかのように。この布はとても素晴らしいですね。色合いも美しく模様も素晴らしい。このような布を見られて私はとても嬉しいです。そして城に帰った役人は王様にこう報告した。とても立派なものでした。 町中では、この珍しい布の噂が広がっていった。噂がどんどん膨らんでいくうちに、王様も自分で見てみたくなってきた。日に日に王様の興味は強くなっていったが、布はなかなか完成しなかった。王様はついに我慢できなくなり、多くの役人を連れて、二人のたぶらかし氏の工房に向かった。 前に布を見に行った役人たちも一緒について行った。工房に着くと二人の田村かししは必死に仕事をしているふりをしていた。一本の糸も使わずに真剣に作業しているように見せかけていた。さあ、王様にぴったりの素晴らしい布ですよ。前に来た二人の役人がみんなに向かって行った。王様なら、 きっとこの色合いと模様がお気に入りになるはずです。そして二人は空の食器を指さした。他の人には布が見えると思っていたのだ。しかし王様は、なんだこれは何もないじゃないか、と思った。王様は自分がバカかもしれないと恐れ始めた。そして、 自分にそう惜しくないのではないかと考えると恐ろしくなってきた。王様が王様で亡くなるのが一番恐ろしかったのだ。だから王様はたぶらかししたちを見ていった。まさにその通りだ。この布は素晴らしいと私も認める。王様は満足そうにうなずき、らの食器を見つめた。 何も見えないことを知られたくなかったのだ。同じように王様が連れてきた役人たちも見つめた。王様よりももっと必死に見ようとしたが、やはり何も見えなかった。これは美しい、美しい、王様は言った。役人たちは口々に言った。王様、この布で作った立派な服を。 間もなく行われる行進パレードの際にお召しになってはいかがでしょうか。誰かがそう王様に提案した。すると他の者たちも、これは王様にふさわしい美しさだと褒め称え始めた。王様と役人たちも嬉しくなり、大喜びした。そして王様は、二人のたぶらかししを王国特別職行。 と呼ばせることにした。パレードの前日の晩のこと、田村かししたちは働いているふりをしようと、16本ものろうそくに火をつけていた。人々は家の外からその様子を見て、王様の新しい服を仕上げているのだと思わずに入られなかった。田村かししたちはまず布を食器から外すふりをした。 そして、ハサミで切る真似をして、糸のない針で縫い、服を完成させた。ただいま、王様の新しい服が出来上がりました。王様と大臣全員が大広間に集まった。田村かししたちは、まるで手に服を持っているかのように、両手を挙げて一つ一つ見せびらかせた。まずはズボンです。そして、上着に。 最後にマントです。タブラカシシたちは言葉を早口に語った。これらの服は蜘蛛の巣と同じくらい軽やかに仕上がっております。何も身につけていないように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、それがこの服の特別な価値なのです。まさにその通りだ、大臣たちは声を揃えていった。 しかし誰も何も見えていなかった。元からそこに何もないのだから。では、王様、ただいまお召しの服を脱いでくださいませんか田村かししは言った。大きな鏡の前で王様のお着替えをお手伝いさせていただきたいのです。王様はすぐに服を脱いだ。二人の田村かししは、 あれこれと新しい服を着せるふりをした。着付けが終わると王様は鏡に映る自分を見回した。なんと美しい、まさに素晴らしい。その場にいた者たちが口々に言った。この世のものとは思えない美しいから、い表せない素晴らしい色合い、立派な服だ。みんなが称賛の言葉を送った。 進行役がやってきて王様に言った。更新パレードに使う大きな日傘の準備ができました。担ぐ人たちも外で待っています。ああ、私も準備ができた、と王様は答えた。どうだ、この服は私に合っているか王様は鏡の前で回ってみせた。 自分の服に夢中になっているふりをしなければならなかったからだ。付き添いの召使いたちは存在しない服の裾を持たなければならなかった。地面に両手を伸ばして何かを持っているようなふりをした。やはり召使いたちも何も見えていないことがバレたくなかった。王様は華やかな日傘の下を堂々と行進した。 人々は通りや窓から王様を見ていて、こう叫んだ。は、新しい王様の服はなんて珍しいのでしょう。そして、あの長いすそったら、本当にお似合いです。誰もが自分が見えないことに気づいていないふりをした。自分がふさわしくない仕事をしているとか、馬鹿だと思われたくなかったのだ。 これほど素晴らしい服は今までなかった。でも王様、裸なのよ。突然、小さな子供が王様に向かっていった。王様、裸なのよ。何を言うんだ、あの無作法な子供め。隣にいた父親が子供の言葉を聞いて叫んだ。そして人々の間を伝わっていった子供の言葉。 王様が裸だ。ついに誰もが口々に叫び始めた。王様は大変恥ずかしくなった。みんなの言うことが正しいと思ったからだ。しかし、今更パレードを中止するわけにはいかない、と思い、ますます威勢よく歩いた。召使いいたちも仕方なく。 存在しない思想を持ち続けて王様の後を歩いていったのであった。今夜はここまでです。また次回のお話でお会いしましょう。チャンネル登録、コメントといいねをよろしくお願いします。